スターグラフィックによるスケルトンのイメージミヒャイル、ボルゲムート、シノブ四1493年、ハンガスケルトンは、中世、ヨーロッパなど世界各地の伝承に登場する怪物の一つで、人間のように動く骸骨のこと。西洋の伝承の怪物の中でも、一度死んだものが、蘇って動き回るものは、アンデッドと呼ばれており、スケルトンも、このアンデッドの一種とされる。本来、 スケルトンとは骨格や骸骨を指す言葉だが、本校ではアンデッドとしてのスケルトンについて記述する。スケルトンの起源ははっきりしないが、中世ヨーロッパの古戦場では亡霊の騎士が現れることがあり、戦場で騎士を倒して鎧を剥ぐとその中が骸骨だったという話がある。この亡霊騎士は白骨の馬に乗って現れるとも言われ、鎧を身につけずに、 骸骨の姿のままで現れるとも言われた。動く骸骨に関連し、中世末期のヨーロッパで流行した美術の題材に死の舞踏がある。身分の高い者も,のも低い者も,も骸骨に手を取られて一緒に踊るという図であり、死は人間の奇戦を問わずに平等に訪れることを意味している。フランスの民間伝承にも同様のものがあり、カリウドが動物に追われ、 領種の犠牲となった農民たちが共にぐるぐると回り、これらが全て白骨という話がある。15世紀以降の大航海時代に入ると、幽霊船に乗っている白骨死体が動き出し、シミターやカットラスを手にして、少女の船を襲うとも、少女の船に幽霊船を体当たりさせて沈めるとも言われた。船乗りの冒険者たちが全員病死して、スケルトンとなり、船自体が、 スケルトンの操る幽霊戦になったとも言う。少女を襲う理由は、自分に血肉がないために少女を憎むとも、供養されずに死んだために少女を妬むとも言われた。1958年のアメリカの特撮映画、シンバット7回目の公開、1963年のイギリスアメリカの特撮映画、アルゴ体験隊の大冒険では、特撮監督レイハリーハウゼンの手掛けた。 外骨兵士が登場しており、これがスケルトンの存在を一般化したとも見られている。これらは前日の死の舞踏やギリシア神話のスパルトイをもとに生み出されたものとされる。伝承上のスケルトンは人々が古来から抱いている死の還元にこの映画での外骨戦士のイメージが相まって生まれたものとする説もある。映画アルゴ探検隊の大冒険における 骸骨兵士は魔法によって生み出されたものであり、物語や書籍におけるスケルトンは、骸骨に霊が憑依したり、映画同様に骸骨が魔法で操られる、または魔法使いが死者を自分の命令に従わせることを条件の上で蘇らせるものなどとされている。ダンジョンズドラゴンズをはじめとするテーブルトーク RPG やコンピュータ RPG のキャラクターとしても、 狩り始めの命を与えられた白骨死体としてしばしば使用されている。その多くが敵側での出演だが、ミスター・ボーンズのように主人公としている作品も存在する。ありがとうございます。